はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、衆の雫。前回ここのムービーを見た後に、終わりにしたところなんですけれども、北条蓮のパートですね、やっていきたいと思います。まあ、一応これは見ておきますが、どんだけ長かったっけ。一回普通に中断したからもう忘れた。あ、そう、これ花嫁がね、写真で感じてるとこだよね。すごい写真だ。大人の写真、大人の写液。こっちこっち。で、これがちょっとわかんないんだよね。北条蓮の子供の時だったとしても、北条蓮がこういう儀式に携わっていたのかどうか。着物っていう時代じゃなくない？まだまだっていうか、もうお祭りだね。このままずっと。で、北条蓮の先祖の記憶なのか。こんな普通に殺人じゃん。しかも絶命するまでさ、かなり長いよね。めちゃくちゃ喋ってるし。だいぶ導入部分が長くなっちゃったけど、先生行くのですね。俺は行くよ。探しているものは書斎の奥に。まずは書斎から行くのか。書斎ってどこ？そもそも。先生。え、もう行くよ。じゃあな。ってしまうのです。めっちゃキリだな。てかマジで書斎がわからん。事務所。まあ1階か。ちょっと2階に上がってからしよう。2階に上がって、で倉庫ではなくない？密かの部屋？え、書斎？ちょっと待って、なんか次のあれ出てるんだっけ？やることみたいなの。出てねえや。わかんねえ。もう外出ちゃってさ、先へ進むのか、それともこの家から探索するのか。いや、ナース、あ、人がいる。いい倒れ方だ。こんなん襲うでしょ、普通に。いや、そういうことはよくない。意識のない人間をね、襲っても、お互いの気持ちが大切だから。あれ、ユーリはもういなくなっちゃったのか。そうすると、めっちゃ霧だな。家の中まで霧ってそうないよね。ユーリがいない。もう山へ行ったとか。一応時系列的にはなってんのか。そうすると、じゃあやっぱり有利で動かしてるときに事務所通れば北条蓮は寝てたのかな。え、ってことはさ、じゃあまだ親子はまだいるのか。一応見てみよう。てか書斎ってどこだよ本当に。あ、いる。寒そう。てかこいつらにはノーコメントなんだけど。興味がない。ひなさき親子よりはひそかの方が興味があるっていう感じか。
レン先生、私はどこへ行けばいいんだ。そんなことより、ルイちゃんはシカト。ちょっと外へ出ようとしてみよう。外へ出ようとしてみて出れなかったらなんかしなきゃいけないってことだからね。行きましょう。寝言は気になる。どうだ俺の書斎ってどこ。あ、なんだ、外に出ることでよかったのか。自宅ってどんだけ近いの。復元者駅の箱入ってた写真木。あ、あ、麻生博士が書いたもの。麻生家の分家、二の蔵より見つかったもの。あれからどれほどの歳月が経っただろう。あの祭りの日、夢かうつつかわからない中で、あの少女の鏡を様子がもらった。あの時の記憶は曖昧なまま。祭りの熱に浮かされているように刀を振り落とした。それから先のことは覚えていない。この様子がを持って迎えに来るという幼い約束。あの子はまだ待っているような気がする。私はもう思うように動けない年になった。この年になり、この年になったからこそあの頃に交わした純粋な約束が重く感じる。取り返しのつかない忘れてしまった約束。この様子がを持ってどこかに行けばあの約束は果たせるだろうか。ああ、そう博士なんだ。それを取ってしまったから。先生は私を選んでくれないだろう。それは仕方のないこと。これでいい。そう何度も口にすると涙が出てきた。泣きながら自分が現れていくみたいだった。理不尽な独占欲も、ひどい嫉妬も、先生の犠牲になりたいという密かな欲望も、選んでくれなくてもいい。先生が言ってしまうまで、なるべく先生のそばにいる。先生を悩ませたり困らせたりしない。そばにいるのが自然な存在になる。水のように自分を消していく。透明になって何の色もなく。切ない。切なすぎる。このヨスガを手に入れるってことね。だからさ、なんでみんな傘持ってかないの。山から唯一生きて戻った人物、何を見て何を撮影したのか。彼が見ている風景を被写駅で撮影すれば何かが映り込むかもしれない。え、ちょっとどここでいいの。ちょっとわかんないんだけど。ここで構えるってこと。あれ、フィルム減ってんだっけ。ん、なんだこりゃ。入山口、巫女森、巫女の社、巫女を選ぶ場所。最後見とってもらうために。聞こえないんだけど、何喋ってっか。あ、一応こいつ影見できんの。待って待って待って、なんかアイテム、なんかあった。全然わかんねえ。道と同化してるわ。彼がここを訪れてた時の記録。巫女社、水帰りをする人間以外入ってはならない。この山に招待を受けて特別に入ることになった。生きて帰る者が入れない山。この山には特殊な風習がある。水をご神体とする風習。正しく死ぬことへの同国。水になりたいと繰り返す人々が巫女社を訪れる。巫女社の人々に触れるとそのことが現実に存在するような気がする。多くの人々によって信じられ、代々守られることで一つの信仰は現実に存在するようになっていくのだろうか。麻生博士物語もなんかよくわかんないよね。麻生博士の時系列がわからん。社駅結構いっぱいあるからこの世の中に。そのままだな。ここまたやつら出てくるのかな。なんか男性だから早いな。
これ雨に濡れてるさ箱じゃなく、あ、マヨか普通に。ああもうこのタイミングで手が出られるとちょっと無理なんだよな。万葉一つのために体力を削るのも2個か。まあプラスと考えればいいでしょう。普通にねフィルムが欲しいんだよね。おお間違えた、4列か、ちょっと超無駄にした。これ07にしよう。普通に今は1枚たりとも無駄にできん。もう4枚無駄にしたからな。これなんだっけ、みそぎがぶちみたいな。山に入った人々はここでみそぎを行った。水に濡れることは山と一つになるということ、そして印税近くなるという意味を持っていた。巫女も体と髪の毛を常に濡らしていた。そのため濡れガラスの巫女と呼ばれていた。撮れないね写真を。ちょっとこれさ、しかもさ有利も拾ってなかった。また普通に再配置されてる。これ全然使わないよね清めの日。でも今のところ平穏。これちょっと気をつけよう。いや気をつけすぎた。麻生博士は昔この氷上山を訪れて写真を撮っていた。山は清浄な空気に満ちている。静かで清らかな水の流れ、生命力に満ちた霧、あらゆるものは気配を持つ。この森では生き物や木々だけでなく水にも気配を感じる。水そのものが御神体であるという巫女柱の人々の言葉がわかる気がする。水から生まれて水に帰る、全ては水でつながっている。氷上山の巫女は研ぎ澄まされた感覚でこの気配を感じ取り、巫女柱の人々を正しき死に導いている。この空気に包まれると孤独を忘れる。そう、むしろ孤独になりそうだけどね、こんなとこにいたら。こっちは何もないね。先へ行くか。で結局こっちにフィルムがある。いつも通り拾おう。よし24枚。全然敵と遭遇してないから今のところかなりプラスだな。さっき4枚無駄にしたけど。まあ普通に進みますか。でまあこっちだよね。で結局片代神社まで行くのかどうかっていうところだけど、もうアイテムとかね仕方でいいと思うんだよね。もう片代神社にさ一直線でよくない？あれ結局こっちからしか行けないんだっけ。あんまりこっちの方行きたくないんだよな。前を仕方しよう。いいよね、片代神社行きだよね。懐中電灯一つで来ようっていう気が知れないよな本当に。危険なのは分かってんだからさ。いる、白髪の少女。彼女は少年時代の麻生博士に寄須賀を渡し、このあとこの山に来た。麻生博士を待っていた。寄須賀をたどり再び会えることも。友人はいっぱいいたんだ。この山で麻生博士は何を見たのか。
この山の空気は私が幼い頃を過ごした何だこりゃ、かげろう山にどこか似ている。思えばあの頃は目に見えないものの世界があることを信じて疑わなかった。しかし次第に私は目に見えないものの世界があると考えることをやめてしまった。この山の空気に触れて大切なことを思い出した。神社の木陰でいつの間にか眠るうち、あの祭りのことを夢に見た。あの祭りの日、夢かうつつかわからない中で四つ顔をもらった。あれは本当に現実だったんだろうか。こっちか。なんか有利と違って全然敵が出ないんだけど、それはそれでまあ進めるからいいんだけどね。これどっち行くかだよな。あ、結局こっちへ行くんだ。取れるこれ。取れねえ。爆発の少女、結構難しい漢字書けるね、あの少女。まだだって全然子供でしょ。私は他のだって幼いさ、巫女とかって書けんの。髪とかさ、すげえ漢字難しくね。髪の毛の色も目も特別だった。長くは生きられないと言われた。7歳まで生きられないってことは7歳以下ってこと。誰とも話すことはなかった。腫れ物に触れるとかさ、よく書けるな。めちゃくちゃ字綺麗だし。かくれんぼの最中に秘密の場所に2人で隠れた。あの隠れずっと隠れていたかったのに、どうしてあの暗い中から出てしまったのか。秘密の場所から出たとき私は初めて泣いた。明日は祭りの日。かわいそすぎる。ちょ、できねえ。マジかよ、できか。仕方しよう。こいつはでもワープしてくるかな。どこまでスルーできるかだよね。てか誰が出てんのかがまず分かんないんだけど。誰だ今。一瞬だけチラッと来て。しまった。こっちじゃない。子供か？いって、殴られた。やるじゃないか。しかし外に出れば広い。ちょ待て。やるな。てかお前こっちじゃねえし。どこにいる俺今。あ、外には出たのか。射撃。消えたか。あ、なんか落としてるか。ちげえ。一発食らったかな。一個使っておこう。個数はいっぱいあるね。めちゃくちゃ余裕。隠れの宮。ここが暗いんだよね。どんどん進んでいこう。これは万葉かも。万葉は仕方だな。いらない。取るだけ時間の無駄。あとは隠れの宮に入っていくかどうか。入っていかねえし。こっち行くのか。こっち行けと言ってるね。しかも森を進む。あ、そう、奥に行こう。彼の後を。てかさ、昔も今度は同じ道だったのこれ。獣道は昔から作られたのか。で、これなんだっけ。ご神水か。一応取っとこう。ここいつも迷うんだよな。ちょっと、どこ行った。こっちか。ただ敵が出てくるっていうのは分かったからな。
待って近い。こっちか。そうするとで奥に行くのか。開いてるよね。よし、あれもうユーリちゃんに変わったか。隠れの宮の中身はショートカットだね。そして水上の宮、ここは1回しか来てないからね。でこのフィルムだけ撮っておこう。あれこのフィルム撮ってさ、セーブされんのかな、そもそも。という感じで、じゃあちょっと北条蓮全く戦闘しなかったけど、ちょっとキリがいいということで、次回はまたゆうりちゃんやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。